これ新しいですね。これ新しい、はい、こういうふうにうちの場合は航路があるんで大変低いところがありますので、それを基準に真ん中を通る感じです、はい、天気がいいんで気持ちいいですよね。はい。釣り多いですね。もうこの時期になると。このようにあの赤色のブイと緑色のブイの真ん中を通って出港していただく感じですね。で、あそこに岬がこう出てるんですけど、はい。あれあそこの先端ぐらいまではゆっくり。300メーター7ノット規制っていうのがあるので、ゆっくり走らせていただきます。スピード出たらめっちゃ怖い。私、コロリーンって捕まりそうな。とか、つかんでてくださいね。馬車の適正は、スピードは？あります、あります。はい、あと、沖島と近江八幡の間とかも、琵琶湖の、その、通れる次が決まってるんですよ。そういうのをやっぱり事前にしっかりと勉強して、はい。そうですそうです。はい。警察出てきてね、警告されてっていう風になってくると思うので、はい。そういう規制とかは店長さんが、このドライバーさんの方が調べないといけないんですよ。インターネットでも何でも出てくるんで、それか、まあ、マリーナの方に聞いていただいたら、まあ、税期間ですとか、そういうのは答えてくれると思うんですけど。暑いですね、まあ、この辺は、はい、ではないです、うちのボートではないです、はい、ベンガリのボート、こういう感じのボートになりますし、はい、もちろんありますね、はい、こういう広いところに来てからでいいんで、フェンダーを、はい、じゃあ行きますね。
が航路になってるんですよ。はい、北に行くときはこの真ん中まで出ていただいてから北に向かう。で、真ん中から出ていただいてから南に向かうと。はい、こういう感じになってます。琵琶湖橋はよく見えますね。せっかくなんで、ちょっと